一万円紙幣は日本銀行券の一つ。額面は一万円で歴代の日本銀行券の中で最高額面である。紙幣券面の表記は一万円。現在主に流通している2004年発行の E 号券を含め C 号券と D 号券の三種類が存在する。いずれも法律上有効である。一万円札、万札、または 一万二円券、万券とも呼ばれるほか、d 号券と e 号券の肖像より、雪地券、雪地とも呼ばれる。発行された背景は、第二次世界大戦敗戦後のインフレーションにより、ゼニから円へと日常的に使用される通貨単位が切り替わり、さらにはかつて国家予算レベルであった万の位が、小取引レベルで登場し始めたためで、1958年の、 登場後に高度経済成長の一端を担うこととなった。原料は三つ股やマニラーサなどで、このうち三つ股はかつて曲納め三つ股として大倉省印刷局と生産契約を結んで栽培されていた。2005年までは島根県、岡山県、高知県、徳島県、愛媛県、山口県の6県の農協が生産契約を結び、 局、納め価格は山口県を除く5県が毎年林番で印刷局長と交渉して決定されていたがその後の過疎化、高齢化、後継者不足により生産量が激減し2010年頃からはネパールや中国産の三まの輸入で不足分を補うようになった2016年時点でも国産三まは岡山県、徳島県、島根県で栽培されている 1958年11月20日の大蔵省、国時代237号、12月1日から発行する日本銀行券1万円の様式を定める券で、紙幣の様式が定められている。主な仕様は、下記の通り。1953年に B1 万円券の発行方針が公表されるも、当時は、 通貨インフレーション発生に対する警戒感が非常に根強くい旦たのは断念していた。1955年頃から人務景気と呼ばれる飛躍的な経済成長が続き、当時の最高額面の B1000 円券が紙幣発行口の85%を占めるようになった。やがて経済成長とともに国内経済が安定しかつてのようなインフレーションの心配もほぼなくなり、 さらなる高額紙幣発行の反対意見も収まりを見せたことから改めて1万円紙幣と5000円紙幣の発行が決定された。以前としてインフレーションや釣り線の扱い等を懸念する声があることも踏まえ、当初は1万円紙幣を先に発行予定であったところ、様子を見ながら5000円紙幣から順に発行することとなった。 発行開始当時の大卒初任給が1万3000円程度ということもあり、当時はこのような高額紙幣は発行する必要があるのかという議論がなされ、小銭を扱う業種では釣り線への対応が難しいといった高額紙幣に対する不安があったが、折しも高度経済成長が始まった時期でもあり、高度経済成長の進展とと,ともに順調に流通量が増えていった。 b 千円券や c 五千円券と同じく肖像は聖徳太子であり表面右側に描かれている。聖徳太子の肖像については同じ原画を元にしているものの各剣種で別に彫刻されたものであるため表情がわずかに異なっている。裏面には中央の空白部分を挟んで一体の鳳凰の図柄が描かれている。裏面に描かれた鳳凰は 平等院法王堂内の円柱に描かれている法王模様である。大型の寸法の県面のため木番号は4カ所に印刷されている。製造原価は11円27銭時点。スカシは奈良県伊郡イカルガ町にある法隆寺、夢殿の図柄である。B 号県以前のスカシよりも聖地で明瞭となったほか、B 号県とは異なりその部分には、 印刷がされていないためこれを容易に確認できる。紙幣用紙は三股などを原料とするものであるが、洗濯機の普及により誤って、洗濯機にかけられて紙幣が損傷するなどの事象が多発したため、用紙の強化を目的に尿素樹脂が添加されている。B5 券では製造効率の向上のために B50 円券を除き縦方向の寸法を同じにして、 横方向の寸法のみを学面金額が上がるにつれて 8mm 間隔で長くしていたが c 号剣では犬種式別成功上のために学面金額が上がるにつれて縦方向に 4mm 横方向に 5mm ずつ長くする形式に変更された使用色数は表面10色、裏面5色となっている新技術である 多色黄斑印刷が盛り込まれ、黄斑印刷による種模様が途中から色の変わるに色ずりとなっている。地模様も印刷色が大幅に増加し、従来の剣種と比較すると、幾分カラフルな見た目の剣面となっている。沖縄の本土復帰に伴う通貨交換用の特殊記号券が存在し、基板号の英字の組み合わせのうちいくつか特定のものが、これに当たるが、 その現存数は非常に少ない。1984年6月25日の大倉省、国時第76号、昭和59年11月1日から発行する、日本銀行券1万円、5000円及び1000円の様式を定める券で紙幣の様式が定められている。主な仕様は下記の通り。C1 万円券の発行開始から20年以上が、 経過し4号券で使用された紙幣製造技術や偽造防止技術が陳腐化してきたことや飛躍的な印刷技術の向上を背景に1980年代初め頃から成功な偽造券が参見されるようになったことから偽造防止対策強化のために D 号券が発行された D1 万2円券、D5000 円券、D1000 円券の参券主導時の改札であるが 日本銀行圏で三圏種が同日に改札されるのは第二次世界大戦以降では初めてである。またこの頃には ATM や両替機、自動販売機といった紙幣取扱機器も広く普及し始めていたことからこれも念頭に置いた上で改札が行われた。d 号圏では世界的な各学面の人物肖像に文化人が採用された。 世界的な傾向として、国家元首や、政治家だけでなく、文化人も、紙幣肖像に採用されるようになったことが、d 号券で、文化人が採用された理由である。1万円券の肖像には、啓蒙思想家の福沢諭吉が選ばれ、表面右側に肖像が描かれている。検討段階では、ラフな着流しの和服姿を紙幣肖像とすることに、異論もあったが、 福沢諭吉本人が常に和服を着用していたという事実や本人がこの写真を気に入っていたということなどを踏まえそのまま採用されることとなった。なお D5 お及び e 号剣の人名表記は福沢諭吉ではなく福沢諭吉と書かれている。表面周囲の輪郭部分の唐草模様については肖像の福沢諭吉が活躍した。 明治時代の洋風建築物の装飾で用いられた唐草模様を元にしたデザインとなっている。裏面には中央の空白を挟んで両側に黒鳥である生地のつがいを描いており、左側の立っているものがオス、右側の座っているものがメッスである。また、県面中央の透かし部分の青円形の空白は、生地の卵の形状をイメージしたものである。 この正円形の空白の輪郭は、表裏両面で位置が一致するよう印刷されている。初期の基板号は、黒色で印刷されていたが、1993年12月1日発行分から、基板号の色を褐色に変更するとともに、ミニ改札と呼ばれる一部改造券を発行した。従来のデザインはそのままに、追加で、マイクロ文字。 特殊発行印記等の偽造防止技術が施されている。なお、ミニ改札前の黒色基番号は基番号の組み合わせを全部使い切っていなかった。中央省庁再編及び独立行政法人化に伴う製造者の名称変更に伴い、褐色基番号の紙幣の製造者名の名番表記については、当初は大倉省印刷局製造、 2001年5月14日発行文から財務省印刷局製造2003年7月1日発行文から国立印刷局製造と3度変更されている D1 万円券の変遷の詳細を整理すると可表の通りとなる下記の4タイプに分かれるスカシは肖像と同じく福沢幸吉であり従来よりも大型で白黒の会長の はっきりしたスキーレとなっている。視覚障害者が触覚で容易に犬種を識別できるよう表面から見て左下隅に識別マークとして展示のうを模した丸印が横に2つ透かしにより施されている。透かしによる視覚障害者用識別マークは世界初である。寸法については前代の C1 万円券と比べて縦方向 横方向ともに小型化している。これは、世界的な紙幣の小型化の流れに合わせたものであるほか、製造能力の向上や少資源化、機械等での取り扱い上の利便性などを考慮したものである。同時に改札された D5 剣3剣種で比較すると、縦方向の寸法は同じで、 横方向の寸法のみを額面金額が上がるにつれて5ミリメートルずつ長くする形式となっている。E1 万円券以降もこの D1 万円券のサイズを踏襲している。使用色数は表面10色、裏面4色となっている。副写機やイメージスキャナなどでの色分解を困難にするため、なるべく原色を避け中間色を多用した印刷となっている。 2004年の e 号券改札の直前及び直後に d 号券の偽札が相次いで発見された。2004年8月13日の財務省国時第374号、平成16年11月1日から発行を開始する日本銀行券1万円、5000円及び1000円の様式を定める券で紙幣の様式が定められている。主な仕様は下記の通り。 D5 券3券種の発行開始からおよそ20年が経過し、印刷技術の革新や、複写機や、イメージスキャナ、コンピュータの画像処理ソフトウェアなどの普及、高性能化を背景に2002年頃から、偽造券の発見が急増するようになってきたことや、諸外国でも新たな偽造防止技術を盛り込んだ紙幣が1990年代末期以降、続々と発行されており、日本だけが、 旧世代の紙幣の発行を続けると、国際的な偽造団による標的となる恐れがあることを踏まえ、E1 万円券、E5000 円券、E1000 円券の3券種が同時に改札された。E5 券の中では唯一 D5 券から肖像が変わらず福沢諭吉のままである。これは E5 券の改札の準備期間が短く、 当時全体の6割以上の発行枚数を占めていた1万円紙幣の原版彫刻の時間を短縮するために取られた対応である。そのため、表面右側に描かれている肖像は D5 券の原版を流用しているが、着物の一部分や背景部分などを預かながら手直しが行われている。その他の輪郭や地模様は全く新たなデザインとなっている。裏面は、 完全に新たな図案となっており、裏面左側には、京都府宇治市にある平等院鳳凰堂の中道をくね上がりに取り付けられていた国宝の鳳凰像が描かれており、右側には、地模様として、法凰家があしらわれている。偽造防止技術には、D2000 円券に新たに採用されたもののほとんどが、採用されたのに加え、新たに表から見て、右側に用紙を薄くしてスキレした。 スキーレバーパターンと見る角度によって像が変わるホログラムが採用された E1 万円券には肖像の右側付近に縦棒のスキーレが3本入っておりホログラムの像は光の入射角により大家日本銀行交渉額面金額の1万の数字などが確認できる特殊発行印記については表面の印象及び呪文の一部に 紫外線発光インクを採用しており、ブラックライトを照射すると、表面の印象、詳裁の印を呼び、表面、裏面の血模様の一部が、オレンジ色に発光する。ミニ改札後の d 号券と異なり裏面の印象、発見局長は発光しない。なお、D2000 円券で採用された光学的変化インクは、使用されていない。公式に発表されていないが、 表面と裏面に、に、ほ、んのカタカナが、シークレットマークとして入っていることが確認できるほか、D2000 円券に引き続いて、ユーリオンも採用されている。さらにホログラムの上下にも、漢字で、日、本の文字が刻まれている。基番号は発行当初黒色で印刷されていたが、129億6000万枚を発行して、 同色ずりの基番号の組み合わせが枯渇したため、2011年7月19日発行分から、褐色基番号の券が発行されている。基番号の組み合わせの枯渇による、基番号の色の変更は1万円紙幣では、史上初であった。E1 万円券の変遷の詳細を整理すると、可表の通りとなる。 視覚障害者が触覚で犬種を識別できるようにした。識別マークについては、D1 万円券 D5000 円券 D1000 円券で採用されていた透かしによるものから変更され、紙幣の表面下端の左右に新大版印刷により、インクを盛り上げて、凸凹を感じられるようにした方式が取られている。E1 万円券には、 左下隅 L 字、右下隅逆 L 字の識別マークが施されている。また国立印刷局により、スマートフォンで禁止の判別、読み上げができるアプリ、ゆうきちくんを提供されている。スかしは、肖像と同じく、福沢ゆ吉である。紙幣用紙は、三つ股や、マニラーサなどを調合したものが用いられている。使用色数は、表面14色。 理面7色となっている。基調となる色は d 号剣と同系統の色調を受け継いでおり e 1万円剣は D1 万円剣と同じく褐色系の色合いとなっている。2024年間期をめどに偽造抵抗力の強化やユニバーサルデザインへの対応など目的として1万円剣、5000円剣、1000円剣の3剣種が同時に改札される。 これまでの例に従えば f 号券と呼ばれると推測される。刷新後の1万円券は D1 万円券 E1 万円券と同様の褐色系を基調とした色合いで、肖像が実業家の渋沢栄一。理面は2012年に復元された JR 東京駅丸の内駅舎に変更予定である。日本銀行券において民間企業が管理運営する営利施設が 紙幣のデザインとなるのは、これが初めてである。表面の肖像画、しかし、額面の基本的なレイアウトは変更されていないものの、d 号券、e 号券では、関数字で額面が記載されていた箇所に、アラビア数字で、1万と大きく描かれ、関数字による額面の、1万円は、左上隅に、従来、右上隅にあった、1万の額面は、 右下隅に入れ替わる形で配置されている。裏面の右上隅のアラビア数字も非常に大きく描かれており、従来の日本銀行券とは印象が大きく異なる。基番号も9桁から、aa00001aa 00のような形式の10桁に変更される。公表されている新たな偽造防止技術としては、高精細スキー入れ模様とストライプタイプのホログラムが、 導入される予定である。高精細スキー入れは、肖像の透かしの背後に、緻密な格子模様をスキー入れたものである。ホログラムの図柄は、3D ホログラムで、見る角度によって、ホログラムの図柄の肖像の顔の向きが、連続的に変化して回転しているように見えるもので、あり、紙幣の偽造防止対策として採用されるのは、世界初である。 視覚障害者のための識別マークは、検守識別成功上のため形状が変更され、左右隅に、車線の連続模様が配置されている。また検守ごとに、ホログラムや透かしの位置を変えるなど識別マーク以外でも、区別しやすいよう考慮されている。検面の寸法については変更すると、自動販売機や ATM などの紙幣取扱機器への影響が大きいため、 従来通りとなっている。2019年4月9日に改札が発表され、2021年9月1日より、新1万円券の製造が開始された。発行予定日の5年も前に改札が発表され2年半以上、前から製造が開始されたのは、前回の E5 券への改札時に準備期間が短かったために、自動販売機や ATM の回収が間に合わず、 半数程度しか対応できなかった反省から自動販売機や ATM その他の新紙幣を扱う各種機器の回収の際にテストを入念にし障害やトラブルが起きないようにするためとされる1万円券製造開始時に発表された新1万円券の見本のデザインでは2019年4月の改札発表を当時に公表された当初のラフスケッチからの変更点として 表面の額面金額の大きなアラビア数字、1万の下の発行元銀行名、日本銀行の文字のさらに下に、バンクオブジャパンの発行元銀行名の英語表記が追加されているほか、視覚障害者のための識別マークの斜線が9本から11本に増やされている。おおむね20年程度の間隔で改札が行われ、図柄を改めると同時に、 最新の偽造防止技術を導入することで偽造防止力を確保している。ありがとうございます。